皆さん、こいちゃんにちは、のっぺです。ザ・シムズ・ポーやっていきます。よいしょ。さ、前回、桜ちゃん、中村水木と相当いい感じだったじゃないですか。あれその服のまま泳いでたのえ、え、だって、桜ちゃん水着は水着あるでしょちょっと確認。えー、っと。まあ、水着あるじゃない。Oh, <yes. S 1> で、中村水木とすごく仲良くなって、 で、ドクロコウジ家のご先祖の方々と、すごく仲良くなったね。いや、よかったよかった。また、うちの方にも遊びに来てほしいな、みんな。ビクちゃんとかね、ルーシーさんとか。さあ、今回、じゃあ、このマシロちゃんとね、もっとたくさん遊んでいきましょう。前回、なんやかんや、マシロちゃんとコミュニケーション少なかったような気がするからね。はーい。じゃあ、ハルシー、マシロちゃんの教育、よろしくお願いします。はい、やっていきます。 わしおマシちゃん、もしかしてトイレえ、おまわりじゃなくてーーあー、ちょっとだめだよわしおちゃん、何やってるのやめ,なさいやめなさい、やめなさいえっ、ー、と、じゃハやめさせてえっ、ー、と、抱き上げて、抱き上げて。ああなんだなんだどう,したどうした、どうしたえー、なんか、えー、見たものを忘れられないってか言ってるけど、えー、なんか見ただってね。<laughs> 桜ちゃんはお風呂入ってるのに、なんか恥ずかしがってんな。どうしたんだえ、だって、構造的に見れるはずないもん。どうしたんだ、ハルシー。じゃあ、ちょっとご飯食べましょうか。はい、どうぞ。はい、みやちゃんが食べたパンを、はい、食べてください。そして、はい。えー、ルーシーさん。中村美ずと仲良くなったんだって、いい人だよね。まったくだよ、あの子。 いや私の彼女になるかもしれないわ、うん、じゃあ真白ちゃんはそれ食べて <laughs> はい <laughs> はいじゃあこれしまってさあ真白ちゃんはどこで食べるかな <laughs> さあどこ行くんだろう <laughs> そしてみあちゃんでははいえー、フローレスブロディーから家に来ないか誘われてます いやは、城からワンニャン酒場か。ごめんね、ブロディ。申し訳ねそして、アンコちゃんがこんなところで寝てる危ないよ。<laughs> てかもう、マシロちゃんに踏まれてんじゃん。なんか今日いろいろ電話かかってんの、はい。コ <laughs> ックスル,ルーしからお出かけに来ないか誘われてます。ごめんね、ルーしてたお母さんごめんね。はーい、オッケー。じゃあ、絵本読んで。はい、寝かせてあげて、ね、くださいね。はい、桜ちゃん電話。 えーと、中村瑞希と仲良くなったんだっていい人だよね。さっきも同じ電話してきたじゃん、お母さん。じゃあ、春氏は、ちょっとしばらくここで釣りをやってましょうか。あ、先客がいる。はい、釣りをする。えー、この方は、渡辺正美。そしてこの方は、渡辺直樹。多分、この二人は夫婦なんだろうね。じゃあ、夫婦の間にお邪魔しまーす。あ、で、旦那さんが、釣りをやめた。はーい、どうも。こんにちは。 私は、あそこの家に住んでるド工事、ドクロコウジ、ハルシと申します。よろしくお願いします。フラワーデザイナーをやっております。まあ、フラワーデザイナー、素敵なお仕事ですね。よろしくお願いします。さあ、ハルシ、頑張って、釣りなさい。あー、なんか、立派な魚が釣れたね。で、今、ハルシの釣りスキルは、どんぐらいだろうな。レベル2か。 遺跡でちょろってやったぐらいだもんね。さあ、頑張って釣りましょう。はい。ハウスの次スキルがレベル3になりました。いいね。でも、成果は全然ないな。うん、さあ、頑張って3匹釣りなさい。全然釣れないじゃん。<laughs> 魚いるのかなまあ、あいるっぽいけどな。<laughs> はい。1匹釣れたね。マグロが釣れた。よし、いいぞ。 はい、次は鈴木が釣れました。そして、ハルシの釣りスキルがレベル4になった。いいぞ、いいぞ。そして、旦那さん。まだ釣ってるよ。奥さんと交代交代 <laughs> 釣りやってんな。釣れるのかなはい、えー、みやちゃん電話。今、ナイトクラブで楽しそうなパーティーが開かれてるみたいだけど、一緒にどうあー、いいね。はーい、どうもー。リアムル誘ってくれてありがとう。そして、あなたは誰ハワード・ジェイク。ほうほうほう。 はーい、えー、じゃあハグをするリアム、久しぶり。<laughs> 会いたかったわ。ああ、眠いよ。<laughs> なぜ誘ったんだ <laughs> えーっと、じゃあ、<laughs> そうだな。じゃあ、こっち入りましょうか。ああ、またバリュークアニアさんが。どうも。ほんま、弱す a び好きやな。じゃあ、ここで話しましょう、一緒に。さあ、久しぶり、リアム。私、とてもあなたに会いたかったわ。<laughs> 僕もだよ、ミア。 あ、この人バーテンダーだったのか。<laughs> あなた <laughs>、バーテンダーじゃなかったのか。<ん>何をしてたんだ、この人。そうそう <laughs> じゃあ、この人に一杯 <laughs> 飲み物を注文しよう。そうそうえっと、グループ分の飲み物。しょうがないわね。私が今日は怒ってあげるわ。サワーパンチ。バジェあミリ <laughs> あ、グレールーシーさん来た。<laughs> オスチー。チャー,ムチャー,ムチャーム あーそして若葉ちゃんが来たどうもどうも<ー>やべー <laughs> めっちゃバーテンダーの人忙しくなっちゃう <laughs> さあそしてビクトリアちゃんも来た <laughs> 本当普通にこの街歩いてなゴーストが <laughs> やばい私ディアムと2人でゆっくり喋りたいのになんか人がめっちゃ集まってるんだけど <laughs> <laughs> じゃあなんか恋愛やってみましょうか <laughs> プロポーズするか <laughs>、まあ、まずはちょっと話して えっとじゃまずキスだな、まずキスじゃまずはキスをしますはいリアムリアムこっちいらっしゃいもうこっち、こっちいらっしゃいリアムこっちいらっしゃいリアムリアム何迷ってるのあーで、なんかちょっとカクテルを持ってよし、やっとこれた はい、一杯飲んではい行きなさいキス,、はい、キスはいキスはあれキスはダンス <laughs> なぜそんなことになってしまったえっ、ー、とキスキスリアムキスしようよああビグちゃんどうもはいリアムリアム はいわがわちゃん見てないで、私を見て。いいぞ。じゃあ、プロポーズ行ってみよう。前回なぜか失敗したプロポーズを。ああ、もうバリカーニャさん、邪魔しないで。はい、ミアがリアムにプロポーズしています。いけ お今回はオッケーだったおぉ、よしよしよしよかったなんで前回ダメだったんだろうな不妊落ち台が、まあいい。結果オーライ <laughs> この場でリアムと結婚するのはなぁなぁ。桜ちゃんたちにちゃんと祝ってもらいたい、私は。<laughs> はーい、ただいま。朝帰りにしちゃったわ。あっ、アンコちゃんが迎えに来てくれてる。<laughs> ありがとう。ほんと可愛い子やな、君は。 褒めるそしてかわいがってあげて <laughs> さあ今マシロちゃんがもう起きてるそして自動的におまるをやってくれてるとナイスいいぞじゃあさくらちゃんは今からソーシャルネットワークでネットに映像作品をアップロードするっていうのをやってみようかすげえそんなことできるようになったんだ今何だっけえー、仕事猫動画クリエイターだからな あんこちゃんとの記録を動画にアップロードするのかなで、宣伝はまだ無名なやつしかできない。はい。えっ、ー、と、最速クリア動画であなたのスキルを証明しました。もはや敵はいません。桜をフォロワーを、えええな、ちょっと待って <laughs>。120万人獲得し、フォロワーの回、えー、合計は120万、550、5566になりました。いきなり120万人集めたの、フォロワーを。 恐ろしい。どんな動画作ったんだ教えてくれ。はい、今日の配達物、oh, <yeah. S 1> 物が、えー、配達されました。えっ、ー、と、48時間以内に、15万7872モール払わないといけない。どんだけ払わねえといけねえんだ。ま、あ余裕ですけどね。今私、326万指りを持ってますから。どんだけ私金持ってんだろうな。<laughs> えっと、じゃあ、 えっと、らがニッチなキャスターに昇進しました。なんだニッチなキャスターって。はいはいはい。じゃあ。はい、らちゃんお疲れ様でした。なんだろうな、ニッチって。で、昇進課題はえー、フォロワーを、えー、10万人にすると、コメディー会いたずらスキルでレベル5に達する。ああ。メイっ子。愛しきメイっ子。真白。じゃあ、桜ちゃんに、 寝かしつけてもらおうか。はい、お休み前の絵本。桜。おばあさーん、お願いします。そして、桜ちゃんの日課は、えーと、さっきと変わんないか。ジョークを披露する。フォロワーに向けてね。よし。じゃあ、どうぞ。えー、寝ないんかい寝ないんかい。はい。ましろちゃん、おやすみなさい。あ、でも、やっぱ、 ちょっとおしっこ近いなさっきおまるをお願いしたのにハルシにハルシ言うこと聞かなかったかまあしかたがないはいえー、っとみあちゃんが次ぎぎぎしぎ <laughs> ぎぎしに昇進しましたおめでとうございますいやー婚約も決まってねもうみあちゃん順調じゃないですか ね次の昇進課題は、ガーデニングスキルでレベル8に達すると、論理学スキルでレベル6に達するか。ちょっとみやちゃんの伸びが、えー、のスキルの伸びがあれだなと思ったけど、なんか不思議な髪型の女の子いるな。君はえっ、ー、と、マリア・パウラ・モレノ。えー、なんか、えー、男の子かななんでミッキーマウスの髪型してんだろう <laughs>。こんな髪型初めて見たな。 ちょっと挨拶しとこうか。え、え、レギュラシー自己紹介。これ、待ちなさい。君はなんていう名前をなんだい。やばいこの子、なんか、なんかね、<laughs> やべ、仕方されてる。<laughs> いっつ舐められてるぞ。<laughs> いっつん、いっ挨拶。<laughs> どこ走ってんの、いっつこっちだよ。どこ行こうとしてるんだ、いっつ さあ、あの男の子に、あい、男の子が、ちょっと女の子がもうわかんないけど、いっつはどう行こうとしてんのえ、ここでな、<laughs> なんでわざわざここなんだよ。おい、おちょっと、ほら忘れられてるんじゃん。<laughs> もう、いっつん、いっつん。何してんの、もう、いっつ <laughs> やべ、いっつんちょっとボケてるのかなぁ。 まあ、年が年だからな、仕方ないけど。やっと喋れた。そうそうどうも、はじめまして。私は、独の工事、いつぎというものじゃ。よろしく。ーこれでも、警察のトップなんじゃ。よろしく。え警察のトップすごーい。僕は、マリア・バウラ・モレノって言います。よろしくお願いします。将来をお金持ちになるのが夢なんだ。そうか。頑張りなさい。いや、なんか、 いい男の子と、知り合いになったね。この子がどういう成長するかもちょっと楽しみだな。とりあえず心からどういうこ言は君の髪型なかなか活かしてるよ、的なことを言ってあげなさい。いっやーべー。この子と真っ白ちゃんなんかこう遊んでほしいな。友達になってほしいな。はい、えー、はし。 ああ、アブリさんからお誘いか。ごめんなさい。さあさ、らちゃん、あ,あ妹よ。いやあ、本当に、マシロあんなに可愛くなって、さくらもお世話ありがとう。昇進したんだってね、おめでとうございます。で、ね、さくらちゃんの、えー、仕事が今、 キャリアレベル6か。まだまだだな。まあ、頑張ってもらおうか。<laughs> はい、それでは今回はここまでご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに、よろしチャンネル登録、高評価お願いします。のべでした。せたろー。